される身としては好みより実効制圧力を問題にしたいわ。やばい目に遭うのは私なんだから、さっさばにしなさい。
やべ、中央突破で負けた。なんだ今の戦略、すげえな。いや戦略じゃなくて俺のゾンビ目だったごめんごめん。でも次世代じゃないやつをカスタムした方が高いと思う。 50m 届くやつ、だいたい 30m ぐらいなんだよ、有効射程が。お前のとこだよみたいな感じで、頭がすごいなと思った。さっき一番最初に打たれて、はい、ずっと待ってる時にエースが歩幅前進しててこれを思いついた。お前そこに嫌がるなみたいな。すごいな、あそこまでやるんだと思って。エースを打った。どっちからやべえ、バレた。最初俺が下手くそで狙われて、で少しずつ分かってきて、まあ1回の中で3ゲーム4ゲームやってると少しずつルールから立ち回りからみんなの動き見て勉強して分かってきて、2人打つことができました。なんかね、サバゲーの楽しみを知れた気がします。ちょっとだけ出るな、お前そんな知れたかよ。下手さがすごい。めっちゃかっこいい。いや、こんな後にかっこ悪いでしょ。いつか来るその時のために。いやかっこいい。あ、これいいわ。
の間ゴンザレスと一緒にやって丸山ゴンザレス、はい、もともとはカン君のインスタのライブにコメントをくれてたやつだった。見せた、はい、強制送還で本当に飛ばなきゃいけなかったんですけど、人権問題みたいなのが動き出して、それで今延期中なんですよ。そっから、ね、YouTube やってすごいことをある今起こしてるんですよすごい、なかなかない運命にいるっていう、はあ、ライブ配信のやつも見てて、流れからで2月に日本からいなくなるかもっていう話を、本当に嬉しいさんなんです。そうそう、もう見てました。あ、これ使われるやつ、強制送還されるんですけど、身寄りも誰もいなくて、はいはい、子供もわからないんですけど、まあ、こういった発信が少しでも大きくできたり。なるほど。そもそもフィリピンに帰らなきゃいけないはずだったでしょ。はい、そうです、うん、だけど今日本にいるっていうその状況、わからない人にちょっと説明していただきたいんですけど、なんで残れるようになったか、うん、そう、なんで残れるようになったか日本に、まあ、入管の人たちが自分の発信を耳に入って YouTube を見て、そうです、はいはいはい、Twitter、ゴンザレスチャンネルが、はいはいはい、一番多分でかくて入管の人が見てもらって、なるほど、ちょっとこれ人権問題のシビアな時期だから、うん、ニュアンスでやりましたね。入管お前のことみんな知ってるぞって感じの言い方で、そうです、ニュアンスで、はい、でそれ延期中みたいな状態になってる。それで、あの、要は俺金もない、日本語しか喋れない、身寄りもないのに、うん、もうフィリピン行かなきゃいけないっていうのを言ってた、言ってた、最初の、はい、そうです、はい、うん、で、それで、今、シビアじゃないですか、はい、で、そこで気使ってくれてるんじゃないかな、なるほど、流れが最低限の準備っていうのを設けてもらって、はいはい、例えば2月とか1月31日まで帰ってくれって言われたのが、はいはい、まあ、ちゃんと準備できるまでいていいから、うんうんうん、期限延ばすから毎月ちゃんと所在、月に1回は、はい、保護観察状態みたいな、みたいな状態です、はい、こいつの元々業界のボクシングやってた、はいはい、チャンピオンの知り合いとかも含めて、はい、結局見え方が強制送還されるまでのハッピーライフみたいになっちゃってるから、なるほどなるほど、それが多分見る人によっては、うん、逆効果だから見せ方を考えようか、はいはいはい、楽しいところだけ見せてても勘違いされちゃうから、多分そしたら今度入管に入れられちゃうんですよ、うん、あ準備してねみたいな、はい、だけどこの行き詰まった感じを出しても楽しい YouTube じゃないと思ったんで、あでもそれもすごいわかる、最後の日本として、そんなところで俺をまたいじめるなよっていうのがいくんです、うん、そういうこと。 YouTube 的には本当はケツが決まってて、うんうん、強制送還される日を追っていくのが一番ね、うん、でそれで言語の壁行ってからの1日目っていうのがまた発信できれば面白いかなと思うんですけど、でもちょうど今入管の人権問題で大事な時期なんで、はい、発信して、うん、まあ、強制送還しなくてもいいよとはまでいかないでもいいですけど、はい、もっと苦しんで声を上げられない人がいるんで、うん、その人たちの分までこう発信できたらいいなと。なるほど。もちろん思ってます。こんなただこのワイワイやってるだけじゃなくてうん、うん、このワイワイやってるけど裏ではやれば君たちもこんなようにできるよ。現に1ヶ月後って言われて多分できますよね。ああ、なるほどなるほど。雰囲気的に、まあ、余裕ってわけではないけど、うん、そう、余裕って余裕は一切ないです、うん、ま、毎日必死に生きてるです、うん、年末から年始にあげてもう強制的に飛ばされてたはず。そういうことですよね。でもやるしかねえみたいになってたから、もう選択の余地ない対応だったもんね、最初は。 で、うん、で、その草加さんとかゴンザレスさんのおかげで、はいはい、その懲役太郎さんっていう人も、うんうんうん、出た、893番草加さんって方も自分のことを取り上げてくれて、はいはい、法律は平等じゃないといけないのに、うん、っていうことで、まあ、こうやってみんなに。でもそれで行政が耳を傾けるってやばいですね。すごいですね、うん、初めて聞きました。初めてのも、そう、初めて、うん、耳を傾けるまで行ったのはすごいと思う。すごい、いや嬉しいです。すごい運命にいる男、本当に嬉しいです、ありがとうございます。今日俺、友人に歌えたけどねすいません、うまいんだもん、すげえ勉強になりました、ありがとうございます、ありがとうございます。新さんのチャンネルであの紹介していただいてありがとうございます。ああ、もう全然よろしくお願いします。強制送還のリアル動画説明欄に概要やばい、新さんリンクちゃんと貼っとくんで超嬉しいです。いや、みんなで上がっていきましょう、うん、イエース。サジン洗車した次の日にこれですから、サバイバルゲームフィールドナンバー9、ありがとうございました。